テリー・ライリーはアメリカ合衆国出身の作曲家である。スティーブ・ライヒやフィリップ・グラスラと並ぶミニマル・ミュージックの代表的な作曲家の一人。アメリカ合衆国カリフォルニア州コルファックスに生まれで、シャスタ・カレッジ、サンフランシスコ州立大学、サンフランシスコ音楽院で学んだ。その後、カリフォルニア大学バークレー校に入学、セイモア・シフリンと共に作曲法を学び、 終始の学位を得た。しかし、彼に最も大きな影響を与えた教師は、パンディット・プラン・ナートであった。プラン・ナートは、インド古典生学の名人で、ラ・モンテ・ヤングやマリアン・ザ・ジーラも、彼の生徒であった。ライリーは、パンディットの家庭の間に何度も、インドを訪問し、死が演奏する際、タブラ、タンブーラ、および声による伴奏に携わった。1960年代を通じて、 彼はヨーロッパにもたびたび旅行した。そこではピアノバーで日々の糧を得ながら音楽的影響も受けた。1971年からはミルズ・カレッジにてインド古典音楽の教鞭を取ることとなった。1960年代にはまた有名な徹夜コンサートを行った。そこでライリーは古いバラストの中に真空掃除機のモーターで風を送り込むような リードオルガンとテープレコーダーによる自演装置付きのサクソフォーンを用い、日の入りから日の出まで即興演奏を披露した。何時間も演奏し続けた彼がついに休憩を必要とした際、野中中回しっぱなしにしていたテープレコーダーのテープをループさせ、サクソフォーン演奏の断片を繰り返し再生した。この種のコンサートは何年も続き、観客は寝袋、ハンモック持参で、 家族全員を連れてくるようになった。ライリーは長年にわたりクロノスクアルテットとの関係を保ったが、その始まりはミルズカレッジで創始者のデイビッド・ハリントンと出会った時であり、それ以来、アンサンブルのために13の原楽四重奏曲を作曲した。最初の還元楽曲、ジェード・パレスを作曲したのは1991年のことであり、 その後、同方面の作品が続いた。現在では、インドのラーガ歌唱及びピアノ独創でも、実演と教育を行っている。2020年以降の新型コロナウイルスの世界的流行の影響で、ライリーは日本に滞在することになった。きっかけは、佐渡島のイベント、佐渡島銀河芸術祭だった。ライブストリーミングチャンネルのドンムネが、佐渡島銀河芸術祭で、 ライリーのコンサートを企画し、ライリーは視察で2020年2月に来日した。当時はダイヤモンドプリンセス号でクラスターが発生しており、来日のリスクが懸念された。ライリーはドンブネ主催の宇川直弘への手紙で、もしウイルスに感染したとしても、それは私のカルマなので心配はいらないと書いた。佐渡島に滞在した際、ライリーは鼓道や 鬼太鼓に感動したと述べている。しかし、来日後にアメリカで新型コロナウイルス感染者が増加したため、ライリーは日本での滞在を選んだ。日本での生活について、85歳にして人生の新たな章が始まるとは想像もしていませんでしたが、私の仕事や人生観全般において最も活力に満ち、最も刺激的な時期の一つとなっていますとコメントを。 している。佐渡の島銀河芸術祭は2020年8月8日から10月11日に開催され、ライリーも9月22日にコンサートを行った。ライリーは北沢富遊専工場跡を会場に選び、運営側はコンサートを予約制として、来場者は PCR 検査の陰性結果が必要となる日本初のコンサートとなった。当日はライブ配信はなく、 後日に、ドンムネで、期間限定のアーカイブが配信された。ライリーは、アーティストビザを取得し、2021年の夏に、予定されているサドノ島銀河芸術祭のコンサートの、準備を進めている。ライリー初期の試みには、カール・ハインツ・シュトックハウゼンの影響があるが、ラ・モンテ・ヤングと出会って、以降、音楽の方向性を変えた。1 9 5五年から1 9 5六年に、 かけて、ライリーは、ヤングのシアター・オブ・エターナル・ミュージックに加わった。ライリーはヤングを、これまであった中で最もフリークなやつと言っている。ヤングの発想こそが、ミニマリズムの心臓部であるというのだ。だが、ミニマリズムにおける、ライリーの影響力を上げる音楽家も多い。この新しいスタイルを初めて用いたのは、1960年の弦楽史重奏曲においてであった。 そのすぐ後に作曲された弦楽三重奏曲では短いフレーズを繰り返す技法を初めて彼は得し、それがミニマリズムのスタイルとなったのである。通常、彼の音楽は長さの異なるモードのセリーを用いた即興演奏に基づいており、インシー、クラッピングミュージック、キーボードスタディーズで見られる。インシーは最も知られた曲でミニマル音楽を一気に有名にした。 最初の演奏者としてはとりわけ、スティーブ・ライヒ、ジョン・ギブソン、ポーリン・オリベロス、モートン・サボトニックが挙げられる。他にも星の数ほどの演奏家に影響を与え続けている。それはまさに発明と言うべきであった。曲は53個の独立したモジュールからなり、それぞれのモジュールはほぼ一拍の長さで、各々が異なった音楽のパターンを有している。演奏者の一人はピアノから一定した。 歯音の連続を繰り出し、テンポを維持する。他の演奏者の人数と用いる楽器は、任意で、いくつかの緩やかなガイドラインに従って、それらのモジュールを演奏する。その結果、時とともに異なったモジュールが、様々に連動し合っていくのである。キーボードスタディーズも、同様の構造を持つ独奏曲である。曲唱の音楽要素を集めて複雑で中密な、全体像を作り上げる。 この様式は、凝り固まりつつあった西洋クラシック音楽のアカデミズムから離れる運動をもたらした。20世紀半ばの音楽界は、新ウィーン楽派の複雑な構築と、新古典主義音楽によって埋め尽くされていた。ミニマリズム運動は、このような形式主義を放棄した。ライリーはさらに一歩を進め、しばしば即興的要素を作曲に取り入れることで、 緊密な構成を否定するようになった。1968年のエーレインボーインカーブドエアーがこの種の技法を用いた最初期のものである。この作品を呼びたいになるポピーノーグッド,ドザ・ファントムバンドはライリーの徹夜コンサートの印象を伝えるものである。インド音楽と独創に集中するため一般は作品の記録を止めてしまったライリーであったが、 クロノスクアルテットとの仕事が彼を再びさらに構成的な寄付可能な音楽に向かわせた。しかし即興的要素はクロノスクアルテットのための作品でも重要な役割を果たしている。常に音楽の最先端に居続けたライリーにとって新しいものなど何もなかった。1950年代には当時洋卵期にあったテープループ技法を用い、それ以降もテープを用いた 音楽効果をスタジオでもライブでも研究し続けた。微分音を用い、純正率の音楽も作曲した。ロバサクソフォーン・カルテット、ポーリン・オリベロス、クロノスクアルテットだけではなくマイケル・マクルーアとのコラボレーションも行った。マイケル・マクルーアは脚本家で作曲のライリーと共にアルバムを制作した。エーレインボーインカーブドエアーはロックバンド、ザ。 フーのギタリストであるピート・タウンゼントのシンセサイザーパートにインスピレーションを与え、ボント・ゲット・フールド・アゲーンとババ・オライリーを生んだ。後者はライリーと共にメヘル・バーバーに捧げられている。また、エーレイン・ボーイン・カーブ・ド・エアーからバンド名を取ったロックバンド・カーブ・ド・エアーがイギリスから誕生している。日本では2005年に自由学園アスカン行動、金沢21世紀美術館、 シアター21でギタリストのデイビッド・タネンバウムらと共に公演を行った。また、2014年には映像作家、サムカワ・ヒロトと共同プロジェクトで来日公演を行った。2017年11月には、フアナ・モリーナ、ジェフ・ミルズとのツーマン並びに単独公演を行い、大きな話題を呼んだ。また、その来日に先駆けてのドームネでのビデオインタビューにおいて、 ミニマルというのはアカデミックすぎる。自分はむしろサイケデリックと呼ばれたいと述べた。サンフランシスコにてエドワードストリックランドテリー・ライリー。グローブ・ミュージック・オンラインカテゴリーミニマリズムカテゴリーミニマリストの作曲家テリー・ライリー。ありがとうございます。